身長ビヨン、医師医学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長の場所の方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのはもう超大人気シリーズね。というか、もう最近これしかやってない。身長先生に聞けのもう17番目になります。ありがとうございます。今回はですね、皆さんのですね、いただいた質問の中からピックアップして答えていきたいと思います。今回の質問はですね、身長先生に聞けの14番目のコメント欄からピックアップしております。まずはじめはですね、もう皆さんめちゃくちゃ大好きな話題だと思います。この話題絶対見た方がいい。題してですね、なんとしても175センチ鍛え方ということで、もうサムネもね、かなり気合い入れて、かなり変な顔で、ってね、やったんですけどね。ということで質問内容ね、詳しく説明させていただきます。Kさんです。先生に採用していただけるよう、一応ここでも質問させていただきますってことで、おそらく何度も記載していただいた方かなと思います。ありがとうございます。皆さんもですね、めげずに私が答えるまで記載していただければなと思います。まあ、特にこの方の場合ですと、データの方ですね、何歳何ヶ月っていう形で、しっかりと記載がありましたので、答えやすかったです。ありがとうございます。でちょっとデータの方なんですけど、男性だそうです。9歳0ヶ月135センチで、13歳10ヶ月169.5センチで、お父様が171センチで、お母様は148センチということなんですけども、この方が175センチいけるのか、なんとしても175センチいきたい方よね。どういう風に、ね、それを見ていくかってところで、ね、ちょっと一緒にやっていきたいと思います。それに加えてですね、別の情報としては、祖父が177の祖母が150センチで、覚醒遺伝はありえますかってことですね。ちなみに陰毛は11歳5ヶ月から生えました。13歳からストレッチをしていますということで、非常に、ね、情報がたくさんあるので、今回検討するのにすごく分かりやすいかなというふうに思います。それでは早速なんですけども、こちらの表見ていただきましょう。これはですね、いつもお伝えしている学校健統計調査の成長曲線を表にしたものになります。それの中でも今回ちょっと分かりやすく圧縮して書いてきました。左側にですね、9歳10歳11歳12歳13歳で、13歳9ヶ月14 15 16 17 18って書いてあるんですけども、年齢とそれに対してそれ相応のですね、身長が記載してあります。今回は175センチにちょうど18歳0ヶ月でなるようなペースのところが黄色い欄になります。具体的に言うと、9歳0ヶ月134センチ、10歳0ヶ月 139.7 センチ、11歳0ヶ月146センチ、12歳0ヶ月 153.5 センチ、13歳0ヶ月 161.5 センチ。今回13歳10ヶ月のデータをいただいているんですけども、10ヶ月のデータがなくて、私の方で9ヶ月のデータがありますので、そちらを記載させていただいております。13歳9ヶ月166センチ、14歳0ヶ月167.5センチ、15歳0ヶ月171.5センチ、16歳0ヶ月173センチ、17歳0ヶ月174.3センチ、そして最終的に175センチに18歳0ヶ月になるというデータがこういうふうに黄色いラインで示してあります。それに対して今回いただいた情報を緑色で塗ってみました。で、今回のデータの方を見させていただくと、10歳0ヶ月で一瞬175センチのところに被ってはくるものの、ほとんどですね、全てのデータにおいて平均的に175センチよりも高いということがこのデータが分かります。具体的に言うと、176.3から 179.5 センチの間のデータでうろうろしているのがよく分かりますので、このデータからは175センチは優に超えるというふうに考えてもいいのではないでしょうか。ただし一方でちょっと心配な点としては、お父様が171、お母様148、遺伝的に計算すると166センチになりますので、そういった面だと下方修正されてしまうのではないかと心配があるかなというふうに思います。あともう一つ別のデータになりますけども、陰毛は11歳5ヶ月ということで、そこまで早くはないんですけども、私の方でこういろいろと拝見させていただく、それこそ YouTube ですね、アンケート取ったりもして中で見てみると、やや早いようにも思います。そういったデータから総合して考えると、やや早熟って表現になりますので、現在のデータはあくまで日本人で平均的に身長伸びた場合に175を優に超えるでしょうっていうようなデータになりますので、そういった意味だと油断は禁物になります。また、お父様の方はカナダ人ということで、この表はですね、日本人の平均的な身長伸びを比較したものになりますので、そういった点でも比較がですね、行っていいのかどうか、まあ日本人とですね、カナダの方を比べていいのかという議論も当然あると思います。その点も注意が必要になります。あとはそれに加えて、おじい様が177で、おばあ様が150ってことで、まあ覚醒遺伝はありますかってことなんですけども、ある可能性はあるというふうに説明するような形になると思います。なので覚醒遺伝もね、全然あると思います。よくあるパターンとしては、みんながすごく高身長で、とあるその家族の中の一人だけが、いわゆる早熟みたいな形で身長が落ちてしまった
りする傾向はあるように思いますので、まあ、遺伝的ポテンシャル的にはあるという方も多いんじゃないでしょうか。今回ね、まあ、いろいろとお話はしたんですけども、総合的に見ると175センチ行く可能性は十分にあると思いますので、この調子ですね、ぜひ頑張っていただいて、身長の方ですね、伸ばしていただきたいと思います。それでは、ちょっと最後にパワーを送ろう。ビョーン！はい、じゃあ次行きたいと思います。P さん、寝る90分前にスマホを見なかったとしても、テレビを見ていたら意味ないですか？スマホがブルーライトが良くないという件のことだと思うんですけども、これ過去にもね、何度かお答えしてるかなとは思うんですけども、テレビを見ていてもダメです。なんでかというと、いわゆる光刺激が入るだけでも良くないですので、できれば、寝る90分前ぐらいからそういったのをやめていただいた方がよりいいと思います。はい、次ですね。4さん、O脚ってどこ行けば直してくれるんやろう？あと何回くらい病院行くんですかねってことで、厳密な言い方をすると、O脚矯正を病院で保険適用で行っている病院はおそらくないと思います。というかやってはいけないと思います。病気ではないので。まあ、いわゆる自費診療的に行うか、整体みたいなところだと思います。O脚がどれくらい整体で矯正できるかっていうのもちょっと疑問もある部分もあって、大きく改善するというのは少し難しいようにも思います。その中でもね、可能な範囲で矯正をね、チャレンジするというのはいいのではないでしょうか。何回くらいっていうところなんですけども、やっぱり1回じゃ難しいでしょうね。10回くらいかな。通って少し矯正していくような感じじゃないでしょうか。はい、次ですね。F さん。今、中学1年生でバレー部に入っています。部活が終わった後、眉骨、肩骨ら辺が歩いても痛いです。これって身長に関係ありますか？返信お願いしますってことなんですけども、中学1年生でめちゃくちゃバレーをやっていて、肩骨っていうのはこのすねの部分ですね。ここの部分ですね。ここが痛いというのは、成長痛というよりももしかしたら疲労骨折とか、そういったような可能性もあるかもしれません。ぜひね、私のクリニックじゃなくても、ね、整形外科の方にね、受診していただいて、診断を受けていただくといいのではないでしょうか。はい、次、N さん。かかと落としは成長ホルモン分泌にいいと聞きますが、身長に直結しますでしょうか？かかとを刺激するとってやつですよね。ジャンプとかは体にとってね、プラスに働く部分もあるのかなという気がするんです。かかと落としで、ね、とりゃーってやってもちょっと、どうでしょうね。厳しいんじゃないでしょうか。それよりも普通にね、運動しませんか？はい、M さん。男子高校生です。最近夜や入浴後に太ももや足首が痛いんですが、筋肉痛か成長痛か判断する方法ありますか？これもね、なかなか難しいですね。太ももや足首が痛いことが成長痛になるかっていうとちょっと微妙な気もしないでもないかなというふうにも思います。どちらかというと成長痛は関節で起こるので、太ももっていうのは関節ではなくて、どっちかというと筋肉の部分になってくるので、あんまり関係ないかなというような気がしますけどもね。足首に関してはそこもね、関節がありますので、もしかしたらそれは成長痛かもしれません。ぜひね、受診して調べていただくといいんじゃないでしょうか。はい、次、 A さん。音楽聴きながら運動すると成長ホルモンって減るんですか？めちゃくちゃいい質問ですね。今回大好きな質問の一つです。結論から言うと、音楽を聴きながら運動してください。音楽を聴きながら運動することを私は推奨します。これはですね、確か脳科学者の茂木健一郎さんもですね、僕がテレビで見た情報なのでちょっと曖昧で申し訳ないんだけれども、茂木健一郎さんの1日を追いかけるという番組があったんですが、その中で茂木さんはですね、私の記憶が確かならば、音楽をガンガンにかけて腕立て伏せをやってたんですね。なんでかっていうと、やっぱり音楽によってメンタルがですね、鼓舞される。鼓舞されるってのはやる気が出るって意味ですけども、エクササイズはですね、ガンガンの音楽が流れたりすると結構やる気やっぱり出ると思うんですね。運動ってやる気出るときとどうしても出ないときってあると思うんですね。そういった意味でもですね、やっぱり音楽使って運動をですね、リズミカルに行っていただくというか、気持ちよくやっていただく、もしくはモチベーション高くやっていただくってことはね、音楽の力を借りるっていうのも一つだと思いますので、私はいいんじゃないかなというふうに思います。当然なんですけど、運動によって成長ホルモンの分泌は盛んになりますし、それと同時にですね、当然お腹空きますよ。なので栄養の吸収が豊かになると思います。同時にですけども、眠たくもなるんじゃないでしょうか。つまりそれは睡眠の質が向上するという意味にもなってきます。ですので、ぜひですね、好きな音楽を流して運動していただくことを私は推奨します。参考になりますでしょうか。はい、次ですね、 Y さんですね。父が186、母は158で、14歳8ヶ月で169センチしかありません。これって180いけませんですかってことですけど、確かにね、お父様が186センチが非常に高いんですね。で、14歳8ヶ月月で169センチというペースになりますと、だいたい173センチぐらいのペースにいらっしゃるということかなというふうに思います。この情報だけだとちょっとさすがに予測つけるのは難しいです。ぜひ聞いていただきたいのは、お父様186センチ非常に身長は高いんですけども、半熟だったかどうかをぜひ確かめてみてください。高身長の方です。よくあるのは、高校生に入ってからも、もしくは高校卒業してからも非常に伸びたパターンという方が多いですので、もしそういったようなタイプのお父様で
であればお子様をそういうふうに超半熟タイプというふうな可能性もあると思いますので、そちら確かめていただいて、お父さんはね半熟だったよってことであって、なおかつご自身も半熟傾向であるのであれば180センチに到達する可能性もあると思いますので、ぜひ頑張ってください。身長ビヨン。はい、ということで今回はね身長せずに奇形の17番目だったんですけども、いかがだったでしょうか。今後もですね身長に関することに配信していきたいと思います。身長に関する疑問がありましたらぜひねコメントの方に記載お願いします。ピックアップしたら答えていきたいと思います。今後もねよろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。